中国の尖閣諸島周辺海域での動きは本当に活発化の一途をたどっているよね。法改定によって中国の海警局も派手に動けるようになったと言っても過言じゃないしな。これを機に日本も指を加えて見ているわけにもいかなくなったってわけだ。それでもちょっと動き出しが遅かった感じは否めないよね。日本にも色々と事情があるからな。一枚岩と言えない状態は本当に歯がゆいが、仕方ないとも思えるぜ。そうだね。さて今回は2021年に尖閣諸島で中国海警局艦艇の動き次第で、機外射撃は可能と政府が判断したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議において日本政府は、外国の公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合には、海上保安官がその艦船や人員に対して危害を与える、危害射撃が可能な場合もあるとの考えを示し、海上保安庁法における解釈を明確にしたよ。この2日前の2月23日にアメリカ国防総省のカービー報道官が、尖閣諸島周辺において中国海警局の艦艇が日本の領海への侵入を繰り返すことについて触れ、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き物理的な損害を双方に招く恐れがある、として、中国政府に対して非難するとともに尖閣諸島における挑発行為を直ちに中止するように要求していたんだ。このカービー報道官の発言を受けて24日、中国外務省の汪文斌副報道局長が記者会見において、釣魚島諸島は中国固有の領土であるとして反論し、さらにアメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である中国の利益を損なうことは許されず、東シナ海地域の平和と安全を脅かすことは許されない、と主張してアメリカと日本を牽制したってわけ。この流れを受けた上で日本政府から出たのが領海侵犯を企てる中国海警局艦艇への、機外射撃容認の発言だったんだけど、喜びもつかの間、26日に再び記者会見でカービー報道官が、23日に尖閣諸島の主権が日本にあるとしたことの発言を訂正し、尖閣諸島の主権をめぐるアメリカ政府の方針はこれまでと変わらないとして、これまでアメリカ政府が尖閣諸島について日本の施設権は認めるものの、主権はうやむやのまま領土とまでは認めないとしていた立場が継続されることになったよね。カービー報道官はさらに両国の首脳による電話会談で確認された通りに、日本の防衛へのアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した、日米安全保障条約第5条に基づくものであるとしたよ。これらの応酬は2021年2月20日と21日の2日間にわたって、中国海警局艦艇が尖閣諸島の領海内に侵入したことを受けたものなんだけど、その後も尖閣諸島周辺の接続海域への侵入が断続的に続いたんだよね。実はその領海侵犯以前の11月9日に、航空自衛隊の那覇基地所属の UH-60J ヘリコプターや、アメリカ空軍の CV-22 オスプレイと MC-130J 輸送機などが、石垣島や宮古島などの先島諸島北方の尖閣諸島に近い海域において、捜索、救難訓練を実施し、尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いたものとして話題になっていたんだけど、中国海警局が一度に4隻もの艦艇を領海侵犯させたことは訓練への牽制であろうと見る向きが多いんだ。石垣島の北西約170キロに位置する尖閣諸島の行政区分は沖縄県石垣市に属し、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖の北岩、沖の南岩、飛び瀬などの島嶼だね。かつては鰹節工場があり日本人が在住していたが、1940年以降は全て無人島となっているよ。現在、久場島とその周辺にある小島は私有地で、その他の島嶼は国が所有しており久場島と大正島は、日米地位協定に基づきアメリカ軍に提供された形になっているんだ。日本は1895年1月に尖閣諸島を沖縄県に編入して以来、領土として支配していたが、太平洋戦争での敗戦によって、沖縄がアメリカの統治下に置かれたために行政権が停止されたぜ。1951年9月のサンフランシスコ平和条約において、日本は台湾と澎湖諸島の領有権を放棄した際、尖閣諸島を含む南西諸島は、日本の領土として認められながらもアメリカの施政下に置かれ続けることになったけど、中国と台湾はこのことに異議を唱えず、
形の上では日本領であることに同意しているんだよね。1971年6月にアメリカと日本が尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄返還協定に署名して、1972年に日本に返還されたんだけど、その直後にそれまで尖閣諸島については触れたことがなかった。台湾と中国がそれぞれ自国に領有権があるとして主張を始めたってわけ。台湾の主張は、1895年に締結された日清戦争後の下関条約によって、台湾と尖閣諸島など島嶼群が日本領となったが、サンフランシスコ条約によって中華民国に帰属されたよ。そのためにアメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したことと、中華民国である台湾の領有権とは別であるとしたんだよな。中国の言い分はどんな感じなのかな？一方、中国は尖閣諸島が明治時代の古文書に記されているほか、中国大陸の歴代王朝の君主はその領土に尖閣諸島を含めてきたとして、それまで中国国内の教科書に尖閣群島と記載してきたものを、1971年12月に発した尖閣諸島の領有権を主張する声明に合わせて、釣魚台列車と表示を変更するなどしているよ。韓国も中国もそうだけど、国際的に認められていない領地を、勝手に自国のものだと主張して教科書を書き換えるのはやめてほしいよね。完全に国民にすり込ませるための方策だろうな。台湾と中国が1971年に突然尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、2年前の1969年5月に国連アジア極東経済委員会 ECAFE が、東シナ海の学術調査を発表した際に、尖閣諸島を含む広大な地域に、石油が埋蔵されている可能性があるとの報告がなされ、尖閣諸島に注目が集まったことに起因するよ。そこに、アメリカが尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きが出たため、台湾も中国も慌てて領有権を主張し始めたと見られているんだ。利益が出ると分かった途端これだよ。ほんと厳禁だよね。日本もここまでとは言わないけど、もう少し見習ってもいいのかも。また、一つの中国を唱えて台湾を完全に取り込もうとの動きを見せている中国としては、沖縄のアメリカ軍や先島諸島に駐在する自衛隊を、牽制する意味で尖閣諸島の占有が重要であり、台湾侵攻と同時かあるいはその直前に尖閣諸島を占拠して、軍事拠点とする可能性が高いことが示唆されているよ。2020年11月24日に来日中だった中国の王毅国務委員兼外相が24日の外相会談後の記者会見で、当時の茂木外相が尖閣諸島周辺海域において、中国海警局艦艇が日本漁船を排除し領海侵犯を繰り返すことに対して、活動自制を求めたことに対して、真相がわからない一部の日本漁船が魚釣島周辺の水域に入る事態が発生しており、中国としてはやむを得ず対処しなければならないと反論をしたんだけど、当時の茂木外相がこの発言を容認したかのようにスルーしたことで物議を醸しているんだ。これらのことから、尖閣諸島問題に関しては政治的な対話による解決はもはや不可能とされ、中国が着々と実効支配への足固めをしている現状においては、自衛隊による尖閣諸島駐在による領有権主張と、海上保安法及び自衛隊法の改正による、領海、領土侵犯に対する危害射撃の要件緩和を急ぐべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だよ。わーい。今日は何の話なんだ？今日はみかんを長持ちさせる保存方法を教えるね。みかんは段ボールで買ったりで一度に大量に買うことが多いよね。大量に買うと、どうしても最後の方に食べるみかんは味が悪くなっていたり、傷んだりしてるよね。みかんはなぜ傷んでしまうんだろうね。それはね、みかんが収穫後も生きていて呼吸をしているからなんだよ。室温の高い場所に置いておくと酸味が飛んでしまい、ボケた味になってしまうことがある。でも、傷んでしまって味がボケてしまうのは、室温だけの問題じゃないんだよ。実はね、みかんが傷んでしまう理由には保存方法と置き方に関係があるんだよ。箱の中に入れたままにしておくととても窮屈で、呼吸困難になってしまう。みかんは呼吸をしているので、当然味が落ちてしまう。また、箱から出した後の置き方にも関係があるんだ。みんなは、みかんをカゴやお皿に移す際にヘタの部分を上に向けておいてない？実は、これが大きな間違いなんだよ。みかんはヘタ側の方の皮が硬くなっていて、ヘタの反対側は柔らかくなっている。そのため、ヘタを上に向けておいてしまうと柔らかい部分が下側となってしまい、重さがかかることによって傷みやすくなってしまうんだ。それじゃあ、どのようにすれば傷まずに長持ちさせることができるんだろうね。まずは、
買ってきた箱に入っているみかんをすべて箱から出してのびのびとさせてね。そして、ヘタの向きが下になるようにして、なるべく均等に並べて箱に戻してみて、これだけで普通に箱に入れているよりも長持ちさせることができるんだよ。カゴやお皿に移すときも、ヘタを下にして置いておくようにしてね。以上のことを守れば、長い間美味しく味わうことができるよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。